衆議院議員選挙があす公示されるのを前に県庁で立候補届出のリハーサルがありました県選挙管理委員会の職員およそ30人が届け出順を決めるくじの流れや書類の確認の方法など一つ一つ手順を確かめていきましたまた腕章や事務所の表札など いわゆる選挙の7つ道具もきちんと準備されているかチェックしました立候補の受付は明日午前8時半から午後5時までで投開票は今月27日です今のところ大分の3つの選挙区に前職と新人合わせて10人が立候補する予定です投票することができる県内の選挙人名簿登録者数は 先月2日時点で93万1460人で3年前の衆院選に比べ2万5000人余り減っています。